先週金曜日、茨城県鉾田市に突如現れた上位蜃気楼と呼ばれる珍しい蜃気楼を捉えた映像がニュース投稿アプリみんながカメラマンに寄せられました太平洋側にこの蜃気楼が現れるのは極めて珍しいということです上位蜃気楼はなかなか見られないですね。全国的にも本当に珍しい現象で この大きききな上上上位蜃気楼はは肉眼ででもはっきりりとと見るここがが長時間海ののに浮かび上がりましたこの現象は海で冷やされた空気の層とその上の暖かい空気の層の間で光が屈折して起こるといわれています。 専門家によると黒潮が流れる茨城県沖は海水温が低く急激に暖かい空気が入った今年は特に蜃気楼が起きやすくなっているということです。